ご視聴ありがとうございます。こうです。今回のこうの岡山情報局は、菅田将暉くん演じるテンパでおしゃべりな大学生久能整が、難事件とともに人の心の闇を解き明かす田村由美の人気漫画を原作にしたドラマ、ミステリという流れ、通称広島編と呼ばれるエピソードが待望の映画化。物語の舞台は広島ですが、岡山も登場するんです。ロケ地の一つ、岡山県倉敷市玉島黒崎にあるサミ海岸。瀬戸内海国立公園、日本の渚百選、サミ海岸。岡山県倉敷市玉島黒崎にあるここサミ海岸は、日本で初めて海水浴場として施設が開設されたところとして知られています。そしてここは岡山県玉野市にある渋川海岸と並ぶ岡山県内有数の海水浴場であり、夏には県内外から多くの海水浴客が訪れます。黒崎漁港を挟んで東浜と西浜からなるんですが、こちらは西浜です。西浜は昭和58年から平成元年まで6年間かけて日本で最初の人工洋浜工事が行われ、約1500メートルにわたって緩やかな弧を描く砂浜はとても美しいです。今回の動画は日の出の時刻ですが、映画ミステリという流れの冒頭のシーンでは、夕焼けをバックに永山瑛太さん演じる犬堂ガロと、原菜乃華さん演じる狩集まり塩路が語っているシーンとしてここが登場します。映画の中でよく見えてるのはこっち方向かな。短いシーンですが、とても綺麗な印象的なシーンでした。
穏やかな瀬戸内の海は、やはり夕凪の時期や綺麗な夕焼けが有名で、映画ミステリーという流れの時の撮影でも綺麗な夕焼けを待って、その日ちょっと曇ってたみたいですけど、ちょうど粘って粘って夕焼けが撮れたと。ちょうどこの辺りで撮ったのかな。夕焼けの時もいいのですが、この動画のように朝焼けとかね、日の出の時静かで、これから日が差して明るくなっていくっていうところもね、とてもいいので、今回の動画でこれが伝わってたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。このような動画配信していきますので、初めての方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。そしてグッドボタン押してもらえるとさらに嬉しいです。それでは今回はこの辺で、バイバイ。Something from